こんにちは、ハラミンです。はい、先日のね動画、こちらですね、ポンということで貯金額公開という動画を公開したところですね、あ、これ別に全然重い動画でも何でもありません、公開したところコメントをたくさんいただきまして、今のところもう86件もコメントが来てるんですけれども、その中でテロップでね、もうこれ以外に俺は口座はありませんし、これマジでこの貯金が今の俺の貯金ですっていうようなことを書いたんですけど、やっぱりね、どうも信用してもらえなかったようで、たくさんコメントが来たんですよ。そういったコメントに対してちょっと今日はアンサーをしていこうじゃないかなということなんですけど、はい、こちらまず貯金7000円、預金は5億くらいかなっていうコメントが来てるんですけども、そうですね、こちら大変申し訳ないですね。私は書き方が悪かったんですけども、まず貯金と預金の違いから貯金と預金の違いから説明していきますと、貯金っていうのはゆうちょとか、あとなんかここに書いてある JA バンクとかに預けてるのが貯金なんだって。で、預金は、銀行とか信用金庫とか信用組合とかに入ってるのが預金なんだって。で、俺があそこでスクショでポンと見せたのは銀行の残高なので、そうなると俺のあの動画の中で説明だってサムネの書き方が悪かった、あれは、預金額公開ですなので預金があの7800円で、さらに私はゆうちょ銀行とかに口座を持ってませんので貯金はありませんマジレスしていくっていうね、マジレスしていく動画です、こちら。はい、こちらポン、いや、てんてんてん、さすがに他の口座とかに入ってるでしょ、さすがにな、わらわら、かっけえかっけえな、ハードボイルドなやりとりが、まるでバーでやりとりしてるかのような、一回も目を合わさず隣にね座ってるハードボイルドな男同士のやりとりですけども、いや、これもだから入ってないんだって入ってないのよ、本当に入ってないのよ、嘘偽りなく。じゃなかったらあんな動画作んないから、マジで。他に口座があるんだったら作んないよ、さすがに他の口座とかに入ってたらどんだけ嬉しいことか。それでもこんなに笑顔なんだぜ、すごくね入ってないのに口座に7800円しか入ってないのにこんなに笑顔でいられる36歳っているいないだろう。はい、続きましてこちらポン、さすがに貯金が1万もないのは嘘では、YouTube の収益などはどこへ消えていくのですか。だからこれもそうですね、普通の生活費と、あとはでっかい買い物をしてしまったのでお金がないんですっていうことを説明させていただいたと思うんですけれども、きちんと動画を見ていただければわかると思います。さすがに貯金が1万もないの嘘では、嘘じゃないんだよ、嘘をつきたかったよ、逆に嘘であってほしい嘘じゃねえんだ、ごめんね、嘘じゃねえんだこちらポン、まあ他にも口座は確実にあるやろな。これは本当に服部あのコナン君のね、たまに出てくる相棒なのか分かんないけど、大阪のあの服部平次でしたっけ、名前は服部君みたいな推理ですね。まあ他にも口座は確実にあるやろな、もう俺の脳内ではあの服部君の声で再生されてるので、すごいな、推理してるんですねこの人は。確実ですからね、なかった場合この人はもう二度と確実、この人の確実は全くもう信用できなくなってしまいますので、みんなもうこの0729、あぶね、0729、9ついてなかったらオナニーでしたね、あぶね、0729ポンさん、7月29日生まれなのかなこの人は、0729ポンさんの確実、この人が次確実って言ったことはもう信用しないでください。口座はないので、この人の確実はもう確実ではありません。続きましてこちらポン、これがガチならこいつはやばい、まあガチなわけないだろうけどいいねが14個もついてますよ、龍森さんおめでとうございます、いいね14つきついてよかったですね、承認欲求が満たされてよかったじゃないですか、14もいいねついてよかったですね。それが会ったこともないけどな、この人な、会ったこともないのに、会ったこともない人にこいつって言えるあなたがまず一番やばいと思いますけど、まあガチなわけないだろうけど、なぜガチなわけないだろうって思えるんでしょうね、14いいねです口座には入ってなくても財布やらタンスやらに入ってるんですよ。財布リュックの中に入ってるかもねえんだけど、財布はね、多分ね、120円入ってますよ。
ただそこに小銭はある。あのいつも給料日前になるとあの動画でもジャラ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 って出してる小銭はそこにあるので、小銭はあります。タンスには入ってないです。タンスここにありますけど、タンスに入るようなそんな昭和の貯金の仕方してない。でもいいねが13ついてる。いいね、だっていいねと思った人が13人いるってことですよ。財布タンスに入ってるでしょっていう、この人なりのユーモアなのか分かんないですけど、に対していいねって13人が思いました。ありがとうございます。13人からいいねもらえたじゃないですか。よかったっすね。はい、こんな感じで、まあこの間の、貯金額公開の動画に対してたくさんコメントをいただいてたので、誤解を与えてしまってるなってことで、今回こうアンサーで答えさせていただきましたけども、マジで、口座はもうあれ以外にはありませんし、あの貯金額、正確に言うと預金額が、私はあれが全てです。マジでそうです。ここに小銭はあります、小銭はありますけれども、だからもう本当にもうどうしようかって。さあで、他にもですねたくさんコメントをいただいてるので、ここ最近ずっと米読みってものをしてなかったから、ちょこちょこしていきたいなって思うんですけれども、はい、こちらポン。コメントがタメ口でうざい。これ餃子の王将のコメン動画についてコメントですけど、コメントがタメ口でうざい。餃子を敬えと餃子に対してもあきっちりこんがり焼かれ遊ばされられて候を保うみたいなことを言えばいいと。そういうことですか。これ今このさ笑顔でさなんとかだとみたいなさ、もうポインティーさんみたいな喋り方になってるよね。あとこれよく来るんだ、これデニーズの動画についてコメントですけど、アルチュ、真のアルチュは毎日朝から大五郎。これなんですか、新しい3番の大五郎の歌の3番とかの歌詞ですからね。俺とお前と大五郎の3番の歌と、真のアルチューは毎朝朝から大五郎みたいなのが実は隠れ歌としてあるみたいなパターンじゃないですよね、この人はね。もうこのね、あのアルチューマウントを取ってくる人がめちゃくちゃいるのよ。まあ多分俺の方が飲んでるぜとか、俺の方が、まあアルチューって呼ばれるにふさわしいぜっていう心理から、こんなのがアルチューかよみたいなこと言ってるんだろうけど、もう本当に、アルチューマウントは本当寒いんで、本当やめた方がいいと思います。いいと思います。別に俺も自分でアルチューって言ってるわけではないので。でこちらですね、ポン。ハルミンさん飲み好きなだけでアルチューじゃないです、わら。アルチューだったらまずハルミンさんみたいにフットサルサッカーなんかできない、わら。それに対してこのレスがついてます。ええでその米前に説明してたわ。そうなんですよ、こうそうなんですよ、自分自身ではアルチューだとは思ってないですよって前言ったんですよ。自分自身でアルチューだと思ってるんではなくて、俺がめっちゃ飲んでる様を見て前所属していた会社の人たちがハラミンさんアルチューだよやばいよって言ってきてくれてたから、言ってきてくれてたっておかしいですけど、言われてたから、あアルチューなんだなって、自分で俺は酒豪だぜアルチューだぜ酒大好きだぜめちゃめちゃ飲んでるぜなんて思ってない。俺はむしろ酒飲んでないと思ってるから、むしろ飲めてないと思ってるので、サッカー部の俺サッカー部だったんだけど、サッカー部今でも集まるんだけどの中でも俺は真ん中ぐらいです。酒の強さとか量はもっと飲むやつが全然います。俺はそいつらのことはアルチューだと思ってますね。俺は真ん中だと思っていて、アルチューとか全然ないと思ってます。酒も弱いと思ってます、なんだったらそいつらに比べたら。でも周りから人からアルチューだよって言われるからアルチュー男性って書いてるだけであって、自分では俺はお酒は弱いと思ってるので、あと別に飲み好きなわけでもないです。そこに酒があるから飲んでるだけです、普通に飲んでるだけです。でこのカツ丼さんが言ってくれてますね、でその前に説明して、こういうことね、こういうことまあ煽るのも良くないですけど、俺がこうやって例えば返信してしまうと角が立つので、なんか気づいた方はねちょっとね、こういうコメントにはねちょっと言ってほしいですね。よく来んのがあとですよ、すごいそんな食べて飲んでんのによく太んないですねってコメントがすごい来るんだけど、もう動画の中でもすごい説明してるのにもうかかわらずそういうコメントいただくんですよ。もう そういうコメントはもう本当に俺から答えるつもりもないんですけど、見たらいや前も動画で説明してましたよみたいなこと言ってあげてほしい。そうでこういうなんかあんま飲んでないのか分かんないけど、そういう動画とかを上げると、いや全然アルチューじゃねえじゃん、全然飲んでねえじゃんみたいなコメントが来るんですけど、かたや一方この間朝4時に起きちゃってそっからメンタルブレイクして飲むみたいな動画についたコメントはこちら、ポン。完璧なアルチューじゃん、メンタルとか眠気の浅いのもアルコールが原因、かなり脳やられてるんじゃない。
お医者さんだと思いますか、この方。脳のお医者さんか、もしくは、まあ、アルコール依存症の担当のお医者さんがコメントされてますね。完璧なアル中ってこう診断できるって方は、この方きっとお医者さんですね。そうですね。なのでお医者さんに言わせると私はアル中なんですよ。ところにいいね11個ついてますから、いいね11個目でございます。自慢なんかしたいわけでももちろんないですけども、片や一歩全然飲んでねえじゃん朝から大五郎っていう人もいれば、いや完璧に脳 やられてんじゃんっていう方もいるので、俺はどっちとも言ってないよっていう、それだけです、私からお届けしたいのは。それとこちらはですね、バルトロって寿司ネタ、これはおもんないですね。シンプルに、トロ、バルトロのトロを、まさかバルトロのトロをあの寿司ネタのトロにかけて寿司ネタ、今気づきましたね、今気づきました、それでバルトロって寿司ネタって、あ、そういうことで、だからバルトロって寿司ネタって言ったってことですか。おもんな。おもんないっすね。だっていいね3だもん、いいね3個しかついてないもん、残念でしたね。いいね3です。あなたさっき確かに14ぐらいもらってたと思いますけど、バルトロって寿司ネタってちょっとコメント欄でボケてしまうと3ということで、おめでとうございます。それとですね、こちらですかね、ポン、はい、ごめんなさい、突っ込まずにはいられませんでした。矛盾の例文に矛盾という単語が使われていないという矛盾、わら、はい、これは多分家系ラーメンで締めるっていう動画についたコメントなんですけど、カフェで MacBook を使い仕事をする無職っていうテロップを入れて、その後に広辞苑で出てきそうな例文にありそうだねみたいなテロップを入れたんですけど、まあなんすかね、まあこういうコメントを、なんか私そういうとこ気づけますよみたいなコメントしてくる人もすごい多いんですけど、なんか一応もうほんとみんなそういうここ気づける私ですせみたいなコメントしてくる人に対して全部思うのが、まあ、あ、友達いないんだろうなっていう。なんかもうほんとプライベートでいたらマジで絡みたくないですもんね、こういう人たち。そう、なんかマジレス飲み会でわーって盛り上がってる時にそこ気づけますせみたいな言ってくる人とか、だんだん飲み会呼ばれなくなっていくじゃないですか。別に例文、まあ、マジレスさせていただくと、まあ、例文ですので、別にそのワードが入ってなくても例文にはなります。例文っていうのは、まあ、マジレスですね。例文とはある言葉の意味用法を分かりやすく説明するために考えた例えの文、まあ、例えられていれば例文ですの で、この方がおっしゃられているような矛盾というものを説明するために矛盾っていう言葉が使われてないっていう矛盾わら、まあ、使われてるかどうかっていうのは要は用例文ですので、要は用法を分かりやすく説明するために考えた例の部分ってことですね。そうじゃなくて、ある、言葉の意味を説明できていればそれもまた例文ですので、例えて、説明できていれば例文ですので、まあ、用例文に限って言えば、まあ確かに、用例にはなってないかも、用いて例えてはいないので用例文にはなってないかもわからないですけど、例文にはなっているということでございました。すいません、マジレスを、マジレスにはマジレスということで、あ、この方いいねゼロですね。またいいねがゼロですけれども、最多いいねは、あ、こちらです、森龍さん、龍森さんですね、龍森さんの14いいねということで、龍森さんに拍手を、いいね大賞です、いいね大賞差し上げて、さあ最後にこのコメントを紹介して終わりたいと思いますけれども、大晦日だし飲みましょう、シャープ12という生放送についてコメントです。ハラミちゃん来年も頑張れ。私2021年ピアノを弾いた覚えはございません。ピアノを弾いた覚えはございませんので、今年もちょっと頑張る方向が私のピアノなのかどうかっていう。あと最後にこちらですね、ただのアル中じゃん、解除します。だからアル中男性の日常だってタイトルに入ってんじゃん、サムネにも入ってんじゃん、タイトルにもサムネにもアル中って入ってて、それでさあ、なんだろうと思って動画ポッて見てみて、でこの人が持った感想がただのアル中じゃん解除しますなわけでしょ。まあもう意味が
意味言ってくる。解除しますってことは登録してたってことですもんね。ヒロンサチャンネルさんは YouTube やられてるのかな。ヒロンサチャンネルさんはチャンネルって書いてあるからね、チャンネルやられてるんでしょうけど、私のチャンネルせっかく登録してく、いてくださったにもかかわらず、すいません、ただのアル中のような動画をお届けしてしまい大変申し訳ございませんでした、解除してくださ、解除という一手間を取らせてしまい、1プッシュ1タップさせてしまい大変申し訳ございませんでした。今後もアル中、アル中じゃないですけど、そういったような酒を飲む動画を更新していきたいと思いますので、何卒チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。すいません、本日はちょっとね気になったコメントがちょっと溜まってたんで、コメント読みということでね、消化させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。